任期満了に伴う尼崎市長選挙が今日告示され、新人2人が立候補しました。尼崎市長選挙に立候補したのは、届け出順に日本維新の会新人で社会福祉法人理事長の大原隼人さんと、無所属新人で尼崎市の前の教育長の松本慎さんの2人です。大原さんは社会福祉法人の理事長として市内で4つの保育園を経営しています。給食費の段階的無償化やベイエリアの活用を掲げ、尼崎から兵庫県と大阪府の連携強化を図ると訴えます。新しい尼崎を作っていくために、子どもたちに誇りのあるこの尼崎を、未来を作っていくために全力で尽くしてまいります。ぜひ皆さん、投票に足をお運びいただき、自らの手でこの尼崎の未来を作り上げてほしい。文部科学省の元官僚で前の教育長の松本さんは、現職の稲村市長から後継指名を受けました。市民との対話重視を掲げ、待機児童対策をはじめ、住環境の整備や町のイメージアップなどを公約にしています。尼崎市で大事なこと、それは市民の皆様に寄り添うことであります。対話力、実行力、そして誰一人取り残さない、この3つの政治性、私は大事にしていきたい。尼崎市長選挙は今月20日に投票が行われ、即日開票されます。